久保田学さんが選挙ああそっかそうかそういう時期ですね確かに、うん、やってますね今ねじゃなんかさあのいいんだけど俺あの選挙カーとかもさあの俺防護室買ってよかったなって思ったのがあのこの自分ちのし選挙カーで言ってるんですよ、うん、あれちょっとあれだね 今こういうなんかうん家の外の音とかもこう拾うとそれもプライバシーになる時代ちょっとね今めんどくせえと思っていや町田バレてんだけどなんか町田町田市何々はさちょっとあんまりねちょっと言われたくないなってそう俺だってせっかく俺結構徹底してるんですよ 前も言ったけど、あの、家の、あの、内見とか、内装がネットに出てない家に住んでるんで、だから僕あの全然家の画像とか別に貼ったりとか、料理動画しても別にいいんですけど、だからほんとね、ちょっとそこ嫌なんですよね。うん。それ特定されない、そう。俺もね、それ前言ってそういえば、あ、確かにそれで特定されると思ったけど、まあでもまあいいや。結構あるんですよ、でもそういう家。 そう,とそうそうそう牛丼も盗まれるし不動産勤務なら非公開物件の情報を見れるそれはそれはだってもういけないことじゃないですか,だか僕前も言ったけどもこれあの別になんかファンネル飛ばしたりとかさその企業を潰したりとかそういうわけじゃないんですけどあるねあの ネットで自分の個人情報を登録するあ,のある会社に、ね、こう登録したわけですよいろいろあるじゃないですかネットで自分の個人情報を、うんね、前も言ったけどもそしたらの連絡来て「ね、あの町田市の,あの松本雅夫であの弊社に登録されたんですけどもしかして布団ちゃんですか?」って <laughs> あの来てですねだからもう嫌なんですよ本当に。 マジで。しかもね、これ、あのー、5年後ぐらいだら行ってもいいかなと思うけど、本当に超大器官。めちゃめちゃクソ大大器、うん、で、その、偉い人と俺電話して、あのー、もうね、マジでやめてくださいって。それ、た通報したら対応してください。いや、通報した通報した。 通報っていうのはあれだよ。警察とかじゃなくて、その会社に。そしたら、それの、あのー、なんか、何時何分に、あのー、登録した後って別にその個人情報のなんかこうサーバーにログインするってことはほぼないんだけど、あのー、その人は、なんかあのー、1ヶ月後ぐらいに、布団ちゃんのなんかその、 松本男のページを見てる人が1名会社でログインしてる人がいましたっつって <laughs> でもあのー、一応俺はこう言ったあ申し訳ないんですけどあの僕恨みつらみかあの変わりたくないんで僕に迷惑にかからないように指導してくださいってだから通報が入ってこういうことあの通報が入ったからあ,あなた何やってんの 個人に送っちゃダメじゃんっていうことは言わずに指導してくださいねっつったそう逆恨みがめんどくせえからうん <laughs> はいっつった <laughs> <ん>今言ってるけどね今聞かれたら終わりだろうあま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 あ確かに今聞かれたら終わりかもしれないですけどね確かにまあでもただそんなことがありましたその時はだってもうあのー、いつだ2年前ぐらいだっけあれ確か2年前ぐらいだったんだよ いやー。なんか、あれあったよな、最近。なんだっけなんかの YouTuber でソフトバンクに登録したらその人からなんか情報が来たとか。なあ、ギアちゃんも前あったって言ってたしな。そう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 。ぜひ皆さん個人情報の取り扱いにはお気をつけください。はい。完全にぶったたかれますんで。 呃。Uh